扇子博物館にやってきましたね。写真ですね。ロバート・ケパですね。沢田教一のコーナーです。家族たち、そうですね。この写真もあまりいないですね。People in the world。ベトナム戦争の大きな特徴は村が戦場になったことである。ベトナム総人口の 80% の農民だった。爆撃砲撃兵士たちの作戦、その度に農民は傷つき死んでいった。民衆の死者約200万、兵士の死者よりはるかに多いのである。沖縄戦も総人口の4分の1の民衆が殺され、日本兵士の生死よりずっと多かった。戦争では多くの民衆が犠牲となる。ベトナム戦争で従軍してそのことを痛感した。カメラです。で、枯葉剤ですね、の配布というのがあるんですね。このように全部枯れ葉枯らしちゃうわけですね。結局隠れられないようにするということで、全部これが多分そのなんかあれなんですね。そのなんかというか、そしてそのためにいろんな問題が出てきますね。きついな。戦争の後遺症。停戦協定に調印してもそれで人々にすぐ幸福が訪れるものではない。朝鮮半島はまだ分断されたままである。沖縄のアメリカ軍基地も沖縄戦の後遺症。ベトナムでは戦後23年経っても枯葉剤、不発弾、精神や体の障害、行方不明者、混血、孤児などいろいろな形の後遺症で多くの人が苦しんでいる。枯葉作戦を全滅したマイクロの森。このように写真にはですね、このコーナーの写真には全て日本語の解説がついています。ここだけ見てもすごいやっぱよくわかると思います。ちょっとこれもしんどいですね。
ついな、しんどいな。ちょっとあの写真ちょっとアップできないですね。ちょっとしんどすぎますね。ひどすぎてちょっとアップはできませんけど、これアメリカ軍の兵士の間でもその後遺症というか枯れ葉剤等の影響が出ているんですね。帰還した兵士の娘さんです。ベトちゃんとドクちゃんですね。当時はこんな感じでした。ちょっとだけ入れさせてもらいました。こうやってみんななんとか明るく強気にしています。メリークリスマス&ハッピーニューイヤー。ここはあの岩崎千尋さんの絵が飾られてますね。子供たちの絵が飾ってあるコーナーです。本当にあの西洋人が多いですね。彼らはどんな思いで見てるんでしょうかね。